ベルチェッリは、イタリア共和国ピエモンテ州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約4万6千人の基礎自治体。ベルチェッリ県の県都である。トリノとミラノの中間、ポ邦平原の政治赤和下半に位置する都市である。イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。ベルチェッリ県外略図。ベルチェッリ県南東部に位置するコムーネで、 ノバーラから南西へ 21km、ビエッラから南東へ 39km、アレッサンドリアから北北西へ 48km、ミラノから西南西へ 62km、州都トリノから東北東へ 64km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の PV はパビーア県、ノーはノバーラ県所属を示す。 ベルチェリは北、イタリアでも最も古い都市の一つであり、紀元前600年頃まで遡ると考えられる。ラテン語でベルケラエあるいはバーセレムと記された。この都市はリグリア人の一部族であった、リベサイあるいはレベジリーと呼ばれる人々の首都であった。ローマの下で、この都市は重要なムニキピウムとなった。この都市の付近では、 紀元前101年にウェルケラへの戦いが行われ、ガイウスマリウス率いるローマ軍が、キンブリ族とテイウトネス族を打ち破った。その500年後、マギステルミリトムのスティリコは、ゴート族をこの地で全滅させた。ヒエロニムスの時代には、この都市の半ばは、廃墟と化していた。ランゴバルド族が侵入すると、この地は、リブレイア公国の属地となった。 885年からは新生ローマ帝国の政界諸行たる司教領となった。1120年、ベルチェッリは独立したコムーネとなった。ベルチェッリは第一次及び第二次のロンバルディア同盟に参加した。その法令は中世の共和国の中で最も興味深いものの一つとされる。1228年にはパドバにあったウニベルシタスがベルチェッリに移転してきた。 ウニベルシタスは、ベルチェッリに1372年まで所在したが、特に目立った流星は示していない。ただし、その後も、放課大学のみが維持された。1307年には、一端とされた、ドルチーノ派の指導者フラドルチーノが、当地で、火炙りの刑に処せられた。13世紀には、都市を様々な問題が襲い、ミラノのデッラとデケ、モンフェラート広告。 ビスコンティ家のマッテオ一世が統治を支配した。その後、1301年から1334年まで、ギベリンのティッツォーニ家とゲルフのアボガドリ家が、都市の主導権を争った。ゲルフはたびたび追放され、1328年には、モンフェラート公国がベルチェッリを手に入れた。1334年には、自ら進んで、ミラノのビスコンティ家の庇護下に入った。 1373年には司教ジョバンニ・フィエスキはビスコンティ家を追放したがマッテオ・ビスコンティは都市を再征服した。ジョバンニ・マリーア・アビスコンティとフィリッポ・マリーア・アビスコンティの兄弟争いによって利益を得た傭兵隊長のファチーノ・カーネは1402年にベルチェリオ支配下に収めたが1404年にモンフェラート・コーテオ道路2世によって追放された。 1427年、ベルチェッリは、モンフェラート港から、サボイア港国に譲渡された。ベルチェッデは、1499年と1553年に、フランスによって、1616 16年と1678年に、スペインによって占領された。1704年、フランス軍は要塞を破壊することに失敗し、ベルチェッリは、長い包囲戦に耐えた。以後のベルチェッは、 サボやけと運命を共にしている。1821年には憲法制定を求める法規が発生した。ベルチェッリには以下の分離集落がある。プロサッカークラブの FC プロベルチェッリが本拠を置く。ホームスタジアムはスタディオシルビオピオラ。スタジアム名は20世紀の名選手であるシルビオピオラがベルチェッリで選手生活を始めたことを記念する。ありがとうございます。